それが俺の生き方だ。幾多の主君に仕え、幾多の戦いを経て、幾多の別れを繰り返す。苦しみ、悩み、傷ついてたどり着いた境地とは、東堂高虎の忠説がここにある。忠説の書。織田の勢い衰えないな。だが戦うしかない。東堂高虎、大谷義継、姉川の活躍を称え感情を取らす。俺たちのような下級の武士の名前まで覚えてくださっていたと。しかも感情まで。ありがとうございます。お兄様、いえ、信長はおそらくこの小谷城まで迫ってくるでしょう。その時にはまた私たちを助けてくださいますか。ああ、長政様、お市様、このご恩、死しても果たします。忠義とは、生きて果たすものだ。はっ。近江の浅井長政と尾張の織田信長は同盟関係にあった。長政が信長の妹市を妻とし、その絆は強固に思われた。だが信長が長政の盟友朝倉を攻めると関係は一変、両者は激しく火花を散らすこととなる。長政は姉川の戦いで辛くも信長を退けるが、次第に織田軍に圧倒され追い詰められた。ついには浅井の居城小谷城が織田軍に包囲される。だが長政もお市も取り乱すことはなかった。彼らを慕う若き将東堂高虎、大谷義継らと共に決死の脱出を試みた。忠説の書、小谷城の戦い。愛する人のために珍しい品を入荷していますよ。
城内侵入を許したか。長政様、勝負はまだこれからです。そうだな、城内の味方を助けつつ織田軍を駆逐しよう。それがしも同行するぞ。皆決して希望を捨てるな。最後まで生きてこの戦を乗り切るのだ。織田の勢い凄まじく、助け出しを。大事な家臣一人たとも失えぬ。高虎、義継、行くぞ。それがしにもしものことがあったときは、一のことをよろしく頼む。もしものことなんかありません。長政様とお市様はこの先もずっと一緒です。祈りましょう、祈りましょう。俺が死んだら墓でも建ててくれ。縁起でもない。だがそれだけ必死ということだな。ああ、俺らしくないか。いや、いいと。その調子で頼む。なぜ相手となる。私は強くなれるのです。こう、また一緒に乗り抜く。せん、救援コール。乗りましょう。で、果てるわけには。もっと手柄を上げる。上を狙う。さあ、かかってこい。力添え、感謝いたす。こう、また一つ。よし、この調子で他の味方も助けよう。乗りましょう。にこそ返す。胸にしまった感情に誓って。急げ！急げ！
長政様を守るため、あんたを撃つ。世に光よ。それがしはまだここで果てるわけにはいかん。雰囲気が重くて暗いのよ。火をつけて明るくしてあげましょう。この困難に乗じて長政を撃ちます。みんな気をつけよ。火のそばで戦えば体力を消耗しよう。解放綱近の死に様を見よや。敵将討ち取った。急げ。火の勢いは増すばかりだ。そなたたちだけで城内に逃げてくる。長政様、嫌です。一緒に脱出して再起を図りましょう。分かった。一緒にこの窮地に乗り越えよう。城外に抜けられる道はこっちだったな。皆共に行くぞ。勝利条件変更。ごめんね、長政さん。逃がすことはできないのに。敵に気づかれた。長政様こそ、真の主だ。義継、絶対に守り抜こう。厳しい流れだが、死力を尽くそう。また一つ。する覚悟じゃ。敵将、討ち取ったり。敵将、討ち取ったり。おう、また一つ。まだ死ぬな、という。
ましょう。打ち取った。背いたからには後戻りはできる。来い光秀殿、遠慮は無用だ。より光を。救われたか。聞かせていただこう。もっと手柄を上げるのか。上を狙う。皆を思えば私は強くなれるのです。こんな状況になるまでなぜ七政殿を止めなかったのです。理想の天下人になろうとしている主を止めるバカがどこに。また一つ。開門。それがしはまだここで果てるわけにはいかん。城内にはまだそれがしのための戦いがある。それがし彼らを引き連れてくる。先にこの地下道を入り道を開いて。大丈夫だ、後から必ず合流する。長政様、決してご無理はされぬ。高虎、位置を頼む。私は強くなれるのです。もっと手柄を上げる。上を狙う。敵将、討ち取った。
が認めよう。俺こそ天下無双だ。長政殿、お待ちなされ。ドン。下ってくだされ。今ならまだ。もう決めたのだ。頼んます。おいつ様のためにも。背き切れぬか、長政。もっと手柄を上げる。上を狙う。せめて長政様の意志を守らなければ。お市様、私たちと共に脱出を。このまま果てるか。墓なら作ってやるぞ。流れに逆らうのも悪くない。殿にそう教えてもらった。俺も果てない。生き延びることこそ忠義。俺はそう教えてもらった。お市様を頼む。俺は織田にはくだらない。それぞれ追いかけるとしよう。夢の続きを。